では試乗の方を閉めようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。おお、あ、やっぱ大きい車だなという感じがする、うん、ハンドルはそう結構こう重たい、うん、車らしい感じがします。おお、今ワンペダル、あのブレーキかかりながらのモードですね。おお、すごいすごいすごいいいの買ったねそういいの買ったね、すごい、これが未来か。あと300メートルで右側のランプに進入して名神高速、はい、名神高速すごいぞこれは。やっぱ電気自動車って全然違う、うん、スポーツモードとかはないんですよね。そうですね、あの、うん、あのハンドルがあの3つの、 あの種類、あ、硬さが、そうそうそう、はい、あのこれが普通、あのスポーツスティーリングが、うん、これは西宮、西宮ですよね。あ、そうですね。OK、うん、安全運転で行きましょう高い車だからね。 OK、 ではちょっと踏みますね。おお新幹線みたい。じゃあ新幹線よりすごい。そうそうですね。これ何これ、うわちょっと警察おらへんな、警察おらへんな、うん、ちょっとこれはやばいぞ。テスラモデル3ということで今走っております。ちょっと今加速もうね、ちょっとだいぶ、スピードの方が乗ってきたんですが、こっからちょっとアクセル踏んでみましょうね。スロースロースロー、うわーすごい、これはやばいな。 そしてあの自動運転、あ、自動運転した2クリックすると自動運転になります、はい、やってみましょう。 OK、 これで今完全に、あ、ちょっとあのこっちに行きますね、ちょっとみたいな感じなんですが、これ2クリックなので、これハンドル外して、うん、大丈夫、やっちゃい日産やっちゃい、これテスラですから、あ、すごい今話してる今これちょっと緩いカーブですけど、おお、ハンドルがちょっと曲がってるような気がする、やっちゃい日産やっちゃった日産怖いですね。そうですね、最初からものすごく怖い、うん、ちょっと動かすと、そうそうそう、うん、すごい、うわ、でもこれ近づいてくると怖いな、前の車に近づくと、うん、あ、でもちゃんと速度落ちてます、うん、ブレーキの感覚は結構ソフトですね。そうですね、あ、こうなんか自然な感じの今自動運転です。結構外れずに今のところ、あの右のあスティックが一つ上、あ、一つ上で、はい、あ、自分の、あ、すごいすごい、ブレーキかかってる、そうそうそう、あ、やっぱり自分の運転の方が安心しますね。やっぱり自動運転まだ怖いな。ショーバリアーターまで15分ほどかかります。15分。続いて広域情報です。第2シナリオ、赤市、東アーターまで70分ほど、左ロード、左ロード開示、東アーターまで90分ほどかかります。そう、このワンペダルドライビングで、うちで3ヶ月ぐらいかかった。はい、ああ、慣れるまで。
そう。でもこうなっちゃう。そう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 。普段あの一番最初の習慣で、あのみんながもらった。家族がね、はい、他のメンバーそうそう。これはでもいつもこのモードで走ってるんですか。うん、そうそうそう。やっぱそうなると充電しながらなので。そうそう。それで、あのブレーキはあんまり使えないから。あ、消耗しないですね。そうそうそう。うわあ。ちょっとこれ警察大丈夫大丈夫違う、ね、大丈夫違う大丈夫です。うわ。But I think this is our turn、okay. so. すごい。It's fun, yeah? うわ、楽しい。これは楽しいぞ。20キロ、20キロ。そうそうそう。料金は470円です。わあ、これはスポーツカーですね。そうですね。完全に。そうそうそう。セダンというよりは。うん。これはみんな欲しがると思う。お金さえあれば。問題は高いっていうところですよね。うん。そうけど、あのなんていうホンダ E アドバンスと、うん、あのこの車のあのスタンダードレンジプラスで近い。近い。うん、あのスタンダードレンジプラスで、あの500何、うん、510前半ですね。そう。お、テスラ。そうそう。ああ、あのウィングの。そうそうそう。それが X。X ね。うん。じゃあ僕これが。うん、大丈夫です。いや、そう、そして大きい、そう大きい、あの Y が、あのその車とこの車の真ん中、あと、あのこれが、あの100キロワット、100キロワット、大きいバッテリーを、そうそうそう、うん、あのこれが、あの20、75、そうして、あ、それでも大きい、うん、ホンダ E 35、そうそうそう、キロワット、そうそう、小さいです。これが、あのこのレンジが大体同じ、うん、大きなバッテリーでも重いから大きすぎる、そう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 、大きすぎる、日本ではちょっと大変、うん、海外向けの感じがしますね。そうですね、アメリカの長い距離走るとか、そう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 、そしてあのサイバートラックが欲しいけど、うん、あの日本で絶対無理、いや無理ですね、絶対無理、サイバートラックすごいですね、あれ、そう、こんなやつ、そう、あれは高そう、うん、でも、well、あのこの車ぐらいで同じ、うん、日本で、ね、あ、日本で、うん、もっと小さいの出して欲しい、そう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 、うん、あのなんていう、あの車幅、そう、はい、が、あの大変と思う、うん、絶対 何もできない、どこもできない、これ日本もそうですが、イギリスとかフランス、うん、パリ、うん、パリとかも小さい方がそうですね、いいんですよ、そう、もしあのアジアのため の、 あの新しいデザイン、あのもっと小さいのデザインがあれば興味ある、うん、あのステンレススチールが、あのそれで、あ、絶対安心から、うん、と、あのマークがあれば気にしない、うん、これが気にする、うん、もうテスラすごい最近 見ますよね、うん、いっぱいの人が乗ってきたというか、うん、いや、they're very fun cars、うん、あの高いからちょっと心配すぎけど、うん、あのこれがドライブカメラ、そしてこれが押したら、あの全部のカメラの、あのUSB に、はい、あのファイルが ログできる、そうそうそう、大きい、そう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 、ちょっと大きいな、そのドアが面白い、あ、でもやっぱこれは見やすいかもしれない、そうですね、いつもこれが使ってる、それが使えない、ここでガチャンってやっちゃったりして、パーフェクト、そしてあのパークがパーク、OK、いや、それだけ、ありがとうございました。 You're welcome、今からチャージをします。テスラ安全運転でやってまいりました。これをどこに刺す、あ、こう、あ、結構小さい、そう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 、 Come on Come on、 あ、来た、おー、あ、今これで急速充電、あの
車と話す。今これで充電してるんですね。 64%。 これ138。わあすごいパワーだ。これがバージョン1、バージョン2が250、うん、あそんなに？けど日本がない。うん、倍のスピードで。そうそうそう。結構いやすごい小さいと思った。こんなに小さいんだ。そして最後でテスラアカウントで払う。そして多分66から90までが900円ぐらい、うん、あそんな安いんですね、うん、まあそれだったらいけそうですね。そうそうそう。安い。チャデモ充電はこれをつなげると。あそうそう、これぐらい大きかった。こっちがテスラね。へえ。今スーパーチャージスマートフォンでねやってます。あ 78% まで行きましたね。今日ね乗せてもらったスコットさんのチャンネル、テスラチャンネル、うん、テスラチャンネルありますんで、みんなプリーズサブスクライブよろしくね。よろしくお願いします。